こんにちは、マーフリーズプロ山本まりです。10月31日はハロウィン。毎年大勢の子どもたちが可愛いコスチュームに身を包みお菓子をもらいに来ます。大袋に入ったお菓子を 3,4 袋買って、今年も小さなプリンセスやかっこいいヒーローたちを迎えてあげたいです。ではお知らせに入ります。11月の最初の日曜日は夏時間から冬時間に変更になる日です。今年は11月3日です。正確には午前2時に冬時間に変わるのですが、というか夏時間が終わるのですが、前日の土曜日、寝る前に時計の針を1時間遅らせておくことをお勧めします。それから年に2回時計の時間を変えるときに火災報知器のバッテリー交換をするようにしてください。実際に火事が起きたときに火災報知器が働かず、大惨事につながることがありますので、必ず年に2回のバッテリー交換を心がけてください。またこの時期は冷暖房の切り替えを行う時期でもありますので、冬支度を兼ねてエアコンのフィルター交換を行うと、次回の交換時期を覚えてられるのでおすすめです。次の知らせです。落ち葉の季節となっております。マーフリーズプロ市では10月14日から来年の1月31日までの期間、無料の落ち葉収集を始めています。庭の落ち葉を収集してほしい方は、欲しい場合には道路から5フィートから10フィートを10フィート以内の場所に、そのままの剥き出しの状態で山にして集めてください。この期間中のみは剥き出しの状態でも落ち葉と芝生を集めておいておけば無料で収集してもらえます。また生物分解性のある紙袋に入らない収集してほしい太い枝などからは離して集めてください。そして下水口を塞がないようにし、電柱やフェンスなどからも距離を置いてください。落ち葉や芝生以外の庭から出る枝などのゴミはホームセンターやグロッサリーストアで売られている生物分解性のある紙袋に入れて道路に出してください。生物分解性のある紙袋には落ち葉や芝生、小枝以外の庭からのゴミや家庭ゴミは決して入れないでください。同時に日中は集めた落ち葉の山近くには車を止めないでください。もちろん落ち葉や芝生をご自身で処理場へ運ぶことも可能です。その場合には4735フローレンスロードマフリズブロ37129にあるヤードウェストコレクション&マルチングファシリティをご利用ください。通常月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の午前6時から午後2時まで庭からのゴミの持ち込みを受け付けております。またこちらでは収集された落ち葉などを利用して作ったマルチを無料でもらうこともできます。ご利用ください。次の知らせです。ハロウィンの安全対策についてです。できれば、ジュリッカジュリトに出かける前に子どもたちに教えてあげてください。ジュリッカジュリトに出かける前に、どの家へ寄るか、どの道を通るか、きちんと決めてから家を出て、予定通りに戻ってきましょう。大人の付き添いのついた近所に住む、子どもたちのグループを作り、出かけるようにしましょう。一緒に行動する人が多いほど安全だということを教えてあげてください。迷子になった時のために、子どもに必ず自宅の電話番号、住所を覚えさせてください。12歳以下の子どもは決して一人では行かせないでください。コスチュームは暗くなってからでも目立つように反射テープをつけるなど、つけるようにしてください。マスクをかぶる際には視野が狭くならないように大きく目の部分が開いているようにしてください。すべての子どもに新しい電池の入っている懐中電灯を持たせてください。歩行者と車の譲り合いを忘れないようにすること。夕方は視野が悪いなどの交通安全に関する簡単な規定のおさらいを子どもと一緒に行ってください。家の街灯がついていて室内の明るい家以外は立ち寄らないでください。扉の外のポーチでお菓子をもらい、絶対に他人の家には入らないようにしてください。また知らない人の後をついていかないようにしましょう。見知らぬ人または怪しい人からはお菓子を受け取らないでください。子どもがもらったお菓子は口に入れてしまう前に必ず確認をしてください。少しでもおかしいな、怪しいなと思ったら迷わずに捨ててください。お菓子をもらったら、受け取ったら礼儀正しく丁寧に対応しましょう。Thank you というのを忘れずに言いましょう。Trick or treat とお礼をお菓子をくれなければいたずらをするぞという意味ですが、もちろん器物損害はしないようにしてください。いくらハロウィーンの日でもこれは犯罪となります。それと、訪ねてくる子どもたちに渡すお菓子ですが、お店で買った個別包装してあるものが原則となっています。以上のことに気をつけて楽しいハロウィーンをお過ごしください。次の知らせです。
夏の間に開催されていましたファーマーズマーケットレーンアグリパークで火曜日と金曜日に開催されていたラダフォードカウンティファーマーズマーケットは10月25日が最終日となります。そして毎週土曜日の、土曜日に街のダウンタウン時計台の広場で開催されているマフリズボロサタデーマーケット、こちらは今年度の最終日は10月26日土曜日となっております。イベント情報です。フライテンズバーグというハロウィンのイベントがキャノンズバーグビレッジで行われます。こちらは昔ながらの開拓村の中を進むお化け道となっています。日付は10月18日金曜日と19日土曜日。チケット販売開始は午後6時から、イベント開始は日没となっております。参加費は1人10ドル、年齢制限はありませんが小さな子ども向けではないようです。キャノンズバーグビレッジのアドレスは312サウスフロンザストリートです。それからオールドスクリームロードというハロウィン、こちらもハロウィンのイベントがバーフィールドクレサントパークで行われます。こちらは10月25日金曜日と26日土曜日の夜暗くなってから午後9時までです。真っ暗な林の中をヘラヨに乗って進みます。アメリカ版肝試しという感じです。参加費は1人5ドルです。バーフィールドクレサントパークのアドレスは697ベテランズパークウェイです。そして最後にもう一つです。ハーベストデイズが10月26日土曜日にキャノンズバーグビレッジで午前10時から午後4時まで行われます。秋の訪れを祝うお祭りで、開拓時代の音楽やアヒルダンス、ヘイライド、ブラックスミスのデモンストレーション、アンティーク車の展示などが行われます。駐車代参加費は無料となっております。キャノンズバーグのアドレスは、キャノンズバーグビレッジのアドレスは312サウスフロントストリートです。お知らせは以上です。最近は日本でもハロウィンが行われているようですが、やはりアメリカならではのトリックアトリートや、ハウンテッドヘイライトなど、ぜひ楽しんでみてください。では失礼いたします。こんにちは。マーフリーズボロ山本まりでした。ごきげんよう。